これお客様から紹介してもらった乳製品を使ってない工場で扱ってない工場で作ったチョコチップのスイートチョコらしいです。カカオ成分が 55%、 はい、これでチョコチップスティックパンっていうのを試作してみたいと思います。ちょっと食べてみようか。これ甘いかどうか。あ、いけるかも。あ、いけるかも。うん、この間のチョコチップより甘いな。で、前回はチョコチップが苦い上にチョコ入れすぎてしまって大失敗だったので、今回はちょっとチョコを控えめに。そうですね、生地の 15% ぐらい。この間、50% 以上入れたのかな。入れすぎました。いやー、この量でも結構入れすぎかも。でナチュラルキッチンさんっていうお店で買いました。これを割にいけますよってお客様に教えてもらったチョコチップです。楽天かどっかで買ったはずなんで、あの買えますね皆さん。40g、50g ぐらい。これで焼いてみたいと思います。あ、チョコチップの量このぐらいでいいね。焼けました。で、焼き上がりまして、冷めたんで食べてみたいと思うんですけど、前回のチョコよりやっぱりこうカカオ分が 55% なのでマイルドな感じになりました。で、確認しなきゃいけないのはこのチョコとパンの味と、あとチョコの量がどのぐらいがいいのかっていうのを確認しなきゃいけないので、これ食べてみたいと思います、はい、うん、おいしいかもチョコの量はもうちょっと少なくてもいいけど、これは好みだからね。あ、結構チョコ来るな。もうちょっと減らしてもいいかもしれない。うん、問題はこのチョコレート
を作っている製造工場自体は卵と乳製品持ち込んでない、ナッツも持ち込んでない専用のペルーの工場で作っているんですけど、それが日本に輸入されて、そこのまた別の工場で袋分けする時の工場がどうも卵とか乳製品使っている工場らしくて、まあ、購入することはまずないんですけれども、購入する可能性はゼロではないので、まあ、そこをどう折り合いをつけるかっていうのをちょっとこれからこの輸入されている会社さんとお話をして詰めていきたいなと思います。あ、これは、うん、いいね、製品化したいということでした。